エイズリターン。このリターンはエールズイン40ヤード付近でボールデッドとなりました。この位置からリードへ報道エールズの攻撃となります。エールズ自陣41ヤードからファーストダウン10。さあまず中央のランプで抜けます。前にいない独走、タッチダウン。なんとエールズ最初の後半ワンプレー目でタッチダウンとしました。それを決めましたのはランニングバック34番の八木。近畿大学出身のこのエースランニングバックが見事タッチダウンとしました。エールズ6点獲得。そしてトライフォーポイントのキックに挑みます。トライフォーポイントのキッカーは24番の選手が入りました。24番小林、京都工芸繊維大学のキッカーが見事決めまして1点追加。リードへ報道エールズ17点、三重ファイヤーバード0点。なんとエールズ最初のワンプレー目でタッチダウンを上げました。これまでの重苦しい空気を一瞬にして吹き飛ばすような素晴らしいタッチダウンランでした。そのエールズのキックオフにより試合再開となります。タッチダウン。ここでキックオフのボールを三重抑えないうちにその隙を見計らってエールズ34番が取りました。キックオフのボールはキックオフの開始点から10ヤードを超えればどちらが取っても構いません。34番そのまま一気にエンドゾーンまで駆け抜けタッチダウンとしました。エールズ6点追加です。失礼しました。訂正いたします。解釈は誤っておりました。キックを抑えた時点でその時点でプレー終了となります。従いましてエールズ得点にはなっておりません。しかしエールズの攻撃となります。抑えた地点、相手陣24ヤードからエールズファーストダウン10。クォーターバック4番、オプションプレーで自らキープ、左オフタックル付近駆け上がり約4ヤードのゲインとしています。クォーターバック4番は信弘、京都工芸繊維大学出身。京都工芸繊維大学出身。
エイルズ相手陣19ヤードからセカンドダウン4、失礼、セカンドダウン6。ナイスラン、ファーストラン。今度はランニー枠24番ハンドオフを受け、左オフタックルを突破、一気に攻撃権行進としました。エールズファーストラン。ランニー枠24番は小林です。京都工芸繊維大学、京都工芸繊維大学出身。エールズ相手陣8ヤードからファーストダウン2ゴール、エンドゾーンまで残り8ヤードの位置に迫っています。これは三重ナイスディフェンス。クォーターバック4番オプションプレーを選択しましたが、ここでディフェンスのカバーがよく、キープピッチいずれもできない状況に追い込みました。約2ヤードロスになっています。エールズ相手陣10ヤードからセカンドダウン2ゴール。タッチダウン。今度はランニング枠34番にハンドオフしました。これを受けまして34番、一気に中央突破、そのままエンドゾーン飛び込んでタッチダウン。エールズ6点獲得。ランニング枠八木再びタッチダウンを上げました。近畿大学出身。キック成功、1点追加。リードエフォードエールズ24点、三重ファイヤーバード0点となりました。後半矢継ぎ早にビッグプレー決めまして、エールズ一気に差を広げる形になりました。三重ここで立て直すことができるでしょうか。エールズのキックオフで試合再開となります。さあリターンに入ります。まだ行きます。ナイスリターン。三重リターナー32番、左オープン展開を図りまして、自陣40ヤードを超えたところで攻撃権確保となりました。失礼しました、自陣38ヤードの位置にボールはあります。この位置からの攻撃です。三重自陣38ヤードからファーストダウン10。三重オプションプレーでランニング枠16番にピッチ。受け取った16番、そこから縦に切り上がり、約1ヤードのゲインとしています。ランニング枠16番は下手、鳥取大学出身。三重自陣40ヤードからセカンドダウン9。
パス不成功。クォーターバック9番ワイドレシーバー32番へのパスでしたが、ディフェンスにカバーされパス不成功となっています。ダウン1つ失い、三重サードダウンとなります。三重自陣40ヤードからサードダウン9。パス成功。クォーターバック9番ダイブフェイクからタイトエンドへのパス、これを83番見事にキャッチし攻撃権更新です。三重ファーストダウン。競り合いながら見事キャッチを決めましたのは三重ファイヤーバード83番の選手、清水、鳥取大学出身、失礼しました、富山大学出身のプレイヤーです。ここでも北陸学生の富山大学出身の選手が活躍しています。三重ハーフウェイからファーストダウン10。パス成功。ここでクォーターバック9番ワイドレシーバー32番にパスを通しまして約5ヤードのゲインとしています。パス、クォーターバック9番日光、非常にテンポよくパス攻撃を展開しています。北海道工業大学出身、先ほどパスを取りましたワイドレシーバー32番は久保、兵庫県立大学出身です。三重相手陣45ヤードに入りましてセカンドダウン5。ここでイエローフラッグ、反則が発生しています。オフェンスの反則です。フォルススタート、不正なスタートを切りました。オフェンスチームは揃ってスタートしなければいけません。一人のバックスを除いて全員プレー開始前に1秒静止してからスタートすることが義務付けられています。このタイミングが崩れましたことにより5ヤード抜体となりました。三重ハーフウェイに下がりましてセカンドダウン10。パス成功。ファースター。クォーターバック9番、ここでミドルゾーンへのロングパス、これをワイドレシーバー80番、競り合いながら見事にキャッチしまして攻撃権更新。三重ファースター。素晴らしいパスキャッチを見せましたのは三重ファイヤーバード80番の桐山、大阪市立大学出身のプレイヤーです。三重相手陣22ヤードに入りましてファーストダウン10。ここで三重オプションプレー、ここでの判断はランニングバックへのピッチとしました。リードオプションでブロッカーをつけて左オープン突破を図りましたが、しかしテールズのディフェンス集まりよく3ヤードロスに変えています。三重相手陣25ヤードからセカンドダウン13。ナイスキャッチ。クォーターバック9番ワイドレシーバー80番にパスを通し、80番タックル受けながら約3ヤードのゲインとしています。約6ヤードのゲインとしています。パスを取りました80番は桐山、大阪市立大学出身です。三重ファイヤーバードサードダウン7、ボールオンは相手陣20ヤード。
パス不成功。今度はタイトエンド、83倍のパスでしたが、これはあわやインターセプトとなる危険なパスとなりました。しかしパス失敗ですので、攻撃権は1つ失いまして、フォースダウンと変わります。三重フォースダウン7、プレーを選択します。ギャンブル、7ヤードを前進しないと攻守交代になります。パス不成功。ここでクォーターバック9番、ワイドレシーバー32番へのパスを投じました。しかしこのパスコントロール合わず、パス不成功となりました。4回目の攻撃失敗ですので、攻守交代です。ターンオーバー。三重のパス攻撃をなんとかここでしのぎまして、エールズの攻撃に変わります。エールズ自陣20ヤードからファーストダウン10。中央へのプレー、ランニングバック24番ハンドオフを受けて密集点を突破し、約7ヤードのゲインとしています。キャリア24番は小林、京都工芸繊維大学出身のプレーヤーです。三重自陣、失礼しました、エールズ自陣26ヤードからセカンドダウン3。エールズファースター、ランニングバック34番、ハンドオフを受けまして右オフタックル付近を突破、攻撃権更新としました。エールズファースター。エールズ34番は八木、近畿大学出身。エールズ陣地押し上げ、自陣32ヤードからファーストダウン10。再び中央へのランプレー、今度は24番が中央飛び込むように約3ヤードゲインをしています。24番は小林です。京都工芸繊維大学出身。エールズ自陣35ヤードからセカンドダウン7。パス不成功。クォーターバック4番、プレッシャー浴びながら左に流れつつロングパス、ターゲット19番、競り合いましたが、このパスはしかしカットされ、パス不成功となっています。ダウン1つ失いまして、エールズサードダウンに変わります。エールズ自陣35ヤードからサードダウン7。パス不成功。ここでクォーターバック4番、ミドルゾーンに走り込んだワイドレシーバー22番へのパスでしたが、このパス22番キャッチできず、パス不成功によりフォースダウンに変わります。
エルズフォースダウンセブンパントフォーメーションを選択しました。このパントはターンボールとなり、ハーフウェイを越えることなくボールが止まりました。エールズ陣49ヤード付近で攻守交代となります。三重相手陣49ヤードからファーストダウン10。さあ、三重中央へのランプレーから展開しました。何枠16番タックル受けながら約4ヤードのゲインとしています。何枠16番は下手、鳥取大学出身。ここでホイッスル。ここで第3クォーター終了です。第3クォーター終わりまして、リードエフォードエールズ24点、三重ファイヤーバード0点。攻守方向入れ替え、最終クォーター第4クォーターに移ります。